直方市、能型市は、福岡県の北部に位置する市。旧倉手雲。地区法を構成する自治体の一つで、自家安地区の中心都市である。飯塚市、田川市と並んで、地区法3都に挙げられる。北九州都市圏にも属しており、市民全体のうち15%が、北九州市へ通勤、通学している。毎年4月に、能型チューリップフェアを開催するなど、 花をテーマにしたちづくりが盛んに行われている。福岡県の北部、筑豊地方の北端部に位置する。北九州市中心部から南西約3 0キロメートル、福岡市から北東約5 0キロメートルの場所にある。市の中心部は平野地形で、筑豊平野のほぼ中央にあたり、彦山川、犬鳴川を集めた女川が流れている。 音賀川と JR 筑法本線、福北豊川線に挟まれた地域を中心に市街地が形成されている。東部地域、西部地域は住宅地帯、南部地域は工業地帯、北部地域は農村地帯を中心に形成されている。市の東部には福地山地が南北に走っており、主方福地山を中心に高取山や差しだけなど、 平均標高600メートル級の山々が連なる。市の西部にも300メートル級の山がいくつかあり、六ヶ竹を中心に小さな山地を形成している。廃止された地名、中心商店街の近くに、猿田彦神社の文社の一つがあり、月次祭が行われる毎月5日に、五日市と呼ばれる大売り出しのイベントが開催される。1959年から長年にわたって、 続けられており、市内外より多くの買い物客で賑わう。五日市に合わせて、西鉄バスでは、近郊部より、無料臨時バスが、平成築法鉄道では、無料臨時列車が運行される。小町商店街入り口から、殿町商店街入り口までの中心商店街の、総延長は600メートルほど。すべてのアーケードを合算すると1キロメートルを超え、 人口約6万人規模の都市としては、異例の規模である。ホップスタンプと呼ばれるスタンプ事業は、全国の商店街の中でも、有数の規模を誇っていた。古くは、新言州の名刹、安ずま連治があったので、安ずま連治とも呼ばれたが、室町期に、陛下で、寺は消失する。後、金永新郎が城を築いて、小西と戦ったため、こう語。 農型と呼ばれるようになったのが、名の起源という。地区全国に属し、長崎街道に沿って、城下町が形成された。1623年、元奈9年、福岡藩藩主であった、黒田長政の四男、黒田康生が、福岡藩から分放されて、妙剣山、元、多賀公園に館を構え、あずま連次藩を越す。第三内藩主。 黒田長官の時代の1675年、遠方3年に、判明を直方判と解消したが、1677年、遠方5年に、本家の福岡藩の後継ぎがいなくなったことから、長官は、福岡藩に移り、直方判は消滅した。その後1688年、元禄元年に、黒田長清が、 福岡藩から分放され再び直方藩を起こしたが、これも1720年、強法5年に、張清志が没すると後継ぎがいないことから、福岡藩の領地となり、廃藩となった。廃藩後、直方の商人たちは、長崎街道を現在の市中心部を通るルートへ変更させることに成功し、廃藩後の旧地を脱することができた。直方で石炭が見つかり、 明治時代から昭和30年代までは石炭産業で栄えた。直方は、筑豊地方の石炭の集積地と豚屋的な機能の役割を果たすようになった。エネルギー革命により、石炭産業は衰えるが、直方市内には大規模な炭鉱が少なく、人口の割に炭鉱労働者が多くなかったこともあって、筑豊の他の市町村に比べると影響は小さかった。また、 北九州市に隣接する地の利を生かし、大規模団地が続々と造成され、地区法地区の他の自治体が大きく人口を落とす中、1970年代から80年代にかけて人口は増加した。閉山後は市内に工業団地が造成されて製造業の進出が積極的に進み、産業構造の転換が進んだ。また近年では直方周辺で 自動車産業の集積が進み、関連企業の進出も見られる。石炭産業の発展とともに石炭を輸送するため、鉄道網が整備され、直方駅構内には操車場や機関区が置かれて、多数の鉄道職員が勤務し、直方市は鉄道網の中枢としても栄えた。現在では規模は縮小したものの、JR 九州の車両基地が直方市に設けられている。 歴代市長、その他、山陽新幹線、JR 西日本が、小倉駅博多駅間で、約1750メートルにわたり通しを通過する。西鉄バスと JR 九州バスが市内及び市外への路線を運行しているほか、両者の不採算路線廃止後の代替として、直方市がコミュニティバス、名の花くんを運行している。以前はそれぞれ乗り場が別であり、 2014年2月1日に直方駅前広場に乗り場が統一された高速特急バスを除くが2018年4月5日に西鉄バスの乗り場は直方バス停旧直方バスセンター移動した直方市の道路網の特徴として鉄道との交差箇所において古戦橋やアンダーパスが多く用いられている点があるかつては 長大な石炭運搬列車が多く通過しており、遮断による交通障害対策のためか特に新入駅から南直方五天口駅付近までは踏切が一箇所存在するのみで、この踏切も現在は自動車の通過ができなくなっている。これらの古戦橋は昭和30から40年代までに完成したものが大半である。筑豊電鉄では一般的な数の踏切道が存在する。 その他、観光スポット、イベントについては、直報紙観光案内ホームページも参照されたい。50音順に記載、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。